こんにちは。イエーイ。はい、ということで、あやし先生のののののののと先生ヤヤモモです。ということで、本日は家から遠いところでの撮影ということで、前乗りしております。お泊まり、お泊まりだ。おお。今の時間は10時38分です。はい、10時38分です。ということで、今日はホテルでの過ごし方姉妹編。今回はルーティンをやります。今回はお二人の部屋でございますね。二人だけでございます。はい、マスクも外してると。そしてですね、今日私はノーメイクで来ております。ノーメイクノーライブ。今日は学校帰りに来たためノーメイクです。私はがっつりメイクしてる。お。ということで、着きましたので、私たちの過ごし方をご紹介したいと思います。はい、夜ということで、本日行きに買ったね、食べ物で、サケルチーズも買ったし、今日ね、泊まってるホテルはお部屋紹介とかするようなところじゃないんで、まあ多分ナイトルーティーンしてれば全部紹介してしまうので、ナイトルーティーンしながらお部屋もね、どんな感じなんだっていうのをちょっと見てください。はい、それではナイフとかも持ってきたんですけど、どうしますか？ Wi-Fi 繋げたい。Wi-Fi 命勢。じゃあナイトルーティンということで、ホテルに着いたらすぐにまずは Wi-Fi を接続。すごい、これ部屋によってさ、パスワード違うわ。本当だ。ちょっとじゃあライトつけてみますね。明日の撮影は私たちが大好きなあのお店のあれでございます。うわ、マップ。外の景色はすっごいライブ会場。メッセ、すっごいメッセ。メッセじゃねえし、メッセじゃねえし。つなげた。私もつなげなきゃ。 iPad 怖い。待って、私 iPad 忘れてない？マジで iPad 忘れてない？そう、開けて。あとちょっと開けてみていい？とりあえず Wi-Fi つけます。ちょっと待って、まさかのさ、コーヒーだっかなと思ったらさ、上から落ちてくるタイプね。マジ？とりあえず Wi-Fi つけます。ちょっと待って。ってことで Wi-Fi つなぎます。すごい、これさ、何これ、500円、 M1 見れんじゃん。500円じゃん。うわ、マジか。まあでも私もアマプラで M1 見れるから。パスワードは、やばいやばい、楽しすぎる。待って、私パスワード間違えてんだけど。ウケる、間違えてんじゃん。ウケ。はい、つながりました。ということで、ここついたということで、明日使うものを出そうと思います。私はね、結構こういうホテルとかで過ごしてるのは、防具チャンネルがさ、よくさ、やってんのよ。すっげーおしゃれなホテルに泊まってさ、ホテル。私は明日の服をとりあえず出して。うん。パンツ。これが明日の服なんだけど、明日の服は足元に着ていて、足元に、で、もっとこれパジャマとブラとパンツ。マスクしてていい？いいよ。で、ここにアイロンと、全部紹介しよう。アイロンとケープ、持ってきた、なんちゃん。持ってきてない。 VO5 だけど、私最近 VO5 使って家のケープなくなったじゃん。あ、本当？じゃあこれ使おう。あとはこの、これ持ってきたよ。私これ持ってきた。最近ね、前髪の作り方変えてこれで使ってる。あとこれ、こういう感じ、いろいろ持ってきたよ。こういうのとかメイク道具と、私足の毛剃るからこれ持ってきた、ボディーローション。あとはこれさ、貝印のカミソリ、これめっちゃいい、これ切りやすい。待って、誰ここにさ。ねえねえ、それさ、いつも探してたやつだよ。僕ないよね、それさ。あと一応メイク落としがなかったら嫌だなと思ったから、このビオレのメイク落としをのんちゃん用に持ってきました。ありがとう。そういう系一つも持ってこなかったわ。そういや、これ口紅とかもいろいろ入ってるやつで、まとめイジュと、これはね、口毛剃り、口毛剃り、口毛剃りと鏡。産毛な。今の時間は10時46分です。たまごっち入れてます。寝てます。何このみんなは一緒になってる。これメイク用品、これ全部メイク用品は机に置きたい。 iPad とスマホの充電はね、見てください。私もしたい、持ってきました。これマジで便利、本当におすすめ。遠出とかするときとか3つ刺せるからいいけどよ。これこれもいけ、マジでおすすめ。私の方ないんだけど、その刺すやつ。 Wi-Fi だけ充電させてほしい。うん、もちろん、もちろんさ。誰も画面に映ってないっていう最悪の状態ね。最悪の状態。
これさ充電しといてほしい。ここさテーブルみたいなのがあって置けるんで、そうめっちゃ富士急建築系で、大体こういうのって充電しっぱなしにして忘れるっていうのがオチだよね。忘れないよさすがに。最近ねハンドクリームを塗るようになって、え、最高じゃん、見てここテーブルみたいにして置けるんだけど。最高、携帯充電したでーす。あんたのこれあげる。ありがとう、ビオレユー。最高だわ、マジ。何畳ぐらいだろ、ここの部屋。こういう地上部屋でいいよね、もうすぐになったら。さっきトラジに行ってご飯食べたんで、トラジのお菓子が入ってます。あとこの飲み物とか、下にアメニティ、アメニティ、なんていうんだっけ、コミュニティじゃなくてアメニティ。最近ね、私寝るの早いんだよね。おこがちゃんか。ちなみに今日一泊だからってのもあるんだけど、うちら荷物バリ少ないの。すごいよね、本当に泊まるんかっていうぐらい。そう、泊まれるそれでみたいな。ヘアグッズはここに置いて、でメイクグッズもここに置いて。え、あ、そうか、もうお化粧してないから本当に寝れるね。修学旅行とかの時さ、やっぱ女の子だからかさ、わかんないけどさ、起きんのバリ早くって、で部屋きれいにするのもバリ早くって、出るまでの時間にめっちゃ余裕が余るぐらい優等生だった。うちのチーム、あ、班、うちの班は。ほうちゃん、そうか、まだ行ってないもんね。うん、中学やって1回目しない。そうだよね。早く行きたいけど行きたくないっていう気持ちもある。なんで漏れないから。はぁ、化粧。これ私もなんかどっかで見たことあるんですけれども、ホテルに着きましたらまずメイク土を鏡の前に置きます。これが延長コードで、これ持ってきました。こんな感じで置きます。これはヘアセットで使うやつで、これがシャイニングの中に私のいつものスキンケアが入ってます。これは後でスキンケア紹介で紹介いたします。じゃあもうお風呂入って寝ないとね。遠いって言ってこっち来たんだけど、朝バリ早いからな明日。じゃあね、6時に起きないと絶対間に合わない。6時じゃダメだよ、6時半に出るんだから。ここだから5時に起きなきゃ。バカ早い。先ぐらいっていう、うちお風呂長いから、うん、今から私は YouTube を見ます。では一旦カメラチェンジ。私がもう今からスキンケアとか髪の毛を落としたりとかしますので、髪の毛落とす、今から化粧を落としたりします。すごい、ここトイレとお風呂が一緒になってるところでした。では今から化粧を落としていきます。ちょっと遠いんですけどごめんなさいね。ズームしますか。ちょ、暗いんだよねこれ、ごめんなさい。ここ狭すぎてね、カメラも入んないぐらいなんですよ。ライトが頑張ってもここまでしか来ないというね。あ、まあ明るい明るい。ではここでちょっと化粧とか落としていきます。ということでこれを脱ぎます。あ、たまごっちつけてる、危ない。防水じゃないかこれ。卵、洗濯物は投げるっていう習慣になっております。もう1枚脱ぎたいけど脱ぎません。ひどくてです、中は。これさ、お湯出るの、ね、そこでお湯とか出てるんですか。おー、バリ冷たいんですよ。どうやってお湯出すの。あ、あったかい、あったかい、あったかい、熱熱熱熱い、あ、冷たい、あったかい、熱い、あったかい、熱いギャグかよ。あったかい、オッケー、これで洗えるわ。で今から顔洗ってきます。待って、顔洗ってきますの前に試供品みたいなのがあったから、それをもらったんで、これで落としていきます。横のひらひらが多分絶対邪魔になるんだよな。あ、ヘアバンド持ってくるの忘れた。ヘアバンドある？だよね。下にナイトキャップがあって。ナイトキャップ、ヘアバンドがないと。ごめん、ありがとう、かわいいじゃん、くろみ。助かる。完全に忘れてたわ。いつも忘れるんだよね、こういうお泊りの時さ、ヘアバンドを。朝も必要なんだけど、私ちょっとごめんなさい、こんなかわいいものつけてるんですけど。落としてきます。うん、じゃあ落とします。めっちゃいい匂いする、このクレンジング。え、落ちてるこれ、落ちてなくない？ちなみに私はいつも使ってるのファンキルです。結構アメニティとか、アメニティコミュニティ、ちょっとよくわからないんですけど、そういうさ、ホテルグッズがさ置いてあると思ってさ、結構持ってこないことが多いけどさ、絶対持ってきた方がいい。荷物をなるべく減らしたいっていう考えが第一であるから。あ、ちょっと化粧落ちてんのかな。マスカラがなかなか落ちないんですけど、まあいいでしょう。あ、またこれ言われちゃうよ。ティッシュでやった方がいいよ。エコなんで、タオルで。はい、あ、すごい、アンパンマンが出来上がりました。ただ洗顔シーンが一番盛り上がるんで、フェイスウォッシュ、こ
これを使います。フェイスウォッシュするためのあれがないんだけど、私さ泡立てるの無理なんだけど、無理無理無理、これ絶対泡立たない。泡立てるあれないの？ないね。ママこれ超上手なんだよね、泡立てるの。いつもさ私さプッシュしてやってるからさ、こういうタイプじゃないんだよね。あ、でもいいじゃん、めっちゃいい匂いするこれ。ほぼお化け。熱い熱い熱い。あ、このタンパン明日も履くから濡らさないで。今日二重幅が超いいんだけど、明日が大事だからね。あ、めっちゃ良さげ。すごい美白じゃないこれ。ライトだ、ライトが綺麗に当たってるから。ってことで化粧落としましたので、今から私はお風呂に入っていきたいと思います。おもちゃん本当にお風呂使う必要ある？あ、いいよ。あ、スマホみたいってことか。ゆっくり入って、うん、オッケー。じゃあお風呂は今からで沸かすシーンを撮ってあげますね。え、これお湯溜まるのかな。これさ、ももちゃんお風呂とトイレ一緒だからさ、私さお湯溜めないで入るわ。あ、オッケー、うちもいいや。うちが出たら食べればいいじゃん、すぐだよこれ。じゃあ私ちょっとお風呂入ってきます。はい、ってことで私お風呂から出ました。今ゴーって言ってるのは、あの水をももちゃんのためにお風呂を貸してるんで、このドライヤー割と風力強くって、ここにあったドライヤーなんだけど、まあ、電話かよみたいなのがついてるんだけど、これ今から髪の毛乾かしてきます。ももちゃん起きてる？ももちゃんお風呂入って。うん、何を寝とんじゃんお前、寝てんじゃん。ももちゃんお風呂入って。起きてる？起きてなかった。2時になったら入る？よくない。は？2時になったら入るじゃないよ。早く起きて。入ってお風呂、入りなさいお風呂に。入る？入ってお風呂に。起きてなかったから言ってんじゃんかよ。今寝たから起きたんだ。意味がわかんないわ。もう私早く寝たいんだわ。自分撮れる？ちゃんと撮るんだよ、洗顔シーンとクレンジング落としシーン。洗顔しないしクレンジングもしない。なんで？あ、そっか。ってことで私はもう寝ます。ここから先はほのちゃんに任せました。でも私ももうあとちょっとで終わるから。何が？何が終わるの？何待ち？うちお風呂入って終わりじゃん。で、今から私スキンケアします。久しぶり T シャツ着るくない？じゃあお風呂入ってね、私も寝るからね。では、おやすみなさいませ。ということで、ほのぼのがちゃんと最後のグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします言ってくれると思うんですけれども、私も言っときます。ということで、本日はのよのほのぼの姉妹のホテルでのルーティーンご紹介しました。明日の撮影気になるよと思った人ね、ぜひね、チャンネル登録してお待ちくださいませ。楽しみにしてください。はやったんまーす、はやったんまーす。こんにちは。マジで起きたってほやほやです。ただいまの時刻5時12分。ののちゃんもびっくりしております。朝早くね、起きましょう。ももちゃん起きて、起きて。うん、マジでもうほら支度しなきゃ。ちょっと TikTok 撮りたい。ののちゃんこっち向いて。何？で私の顔を確認したんだよ。はい、今から顔を洗います。顔洗うよ。時刻何時？5時15分。ここ出るのが6時40分。え、6時半出るんだよ。メイクしてる時にちょっと飲み物飲みたいんで、ポットで梅昆布茶が作れるので梅昆布茶を作ります。今お湯沸かしてます。それではメイクしていきましょう。まずはコンタクト。私もここでメイクする。え、マジ？その時間なくね、向こうでやってよ。俺ここにさ鏡1個あるよ。タイムラプスか。これ鏡。うん。まず二重拡張工事をいたします。これで。うん。オッケー。スキンケアしてます。
ファンデーションこれつけてきます。ちょっと後ろのお姉さんひげ剃ってんだけど塗ってないし、もと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 来た。でここら辺からもろもろやってバン、化粧終わったんでヘアセットします。前髪を濡らしていきます。OK。 ほのちゃんがメイクやっている様子を見ながら私はこちらでヘアセットの方いたします。乾き終わりました。はい、ということで私はもうこれ着替えたら何の撮影かバレてしまうのでここでモーニングルーティンは終了したいと思います。どの氏は？私は髪の毛がまだな。あ、じゃあ私はバレないように着替えたいと思います。ということで今ほのぼのがヘアセットしてます。であと10分で出なきゃいけないので、こっちも行ってほのちゃん、こっちも行けるほの。はい、ということで今日の動画で何撮るんだろうと思ったヒート楽しみにしててください。それではまた今度ホテルでのモーニングルーティン見たいよと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回のライラン番組でお会いしましょう。バイバイ、バイちゃん。